ご視聴ありがとうございます。バオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。本作から新しい旅行映像シリーズ始まりました。その名も四国縦断編です。読んで字のごとく四国のど真ん中を突っ切って往復します。また、島並海道沿いに浮かぶ3つの島にも足を運びます。最初の目的地は尾道市に属する生口島です。約8ヶ月ぶりに訪れたこの三原駅からわずか5分の場所に港があります。乗船券を買って船に乗り生口島に向かいます。三原駅の駅前をよく見渡すとご覧のように名物のタコを取り入れた噴水もあれば、三原やっさ祭りをモチーフとするモニュメントもあります。2023年12月に三原を訪れた時、駅前周辺はその昔三原城というお城だったとお話ししたと思います。その痕跡を知ることができる場所が三原城本丸中門跡。ここも三原城の一部だった。そう考えると当時の三原城の大きさが肌感覚で理解できるような気がします。ここでちょっとお知らせです。本作から始まる生口島の一人旅、諸事情により4話構成で配信します。どうかご了承くださいませ。ここが三原港の桟橋です。ちょうど桟橋の右側に航路マップが掲示されています。生口島の途中には小佐木島、佐木島、高根島、この3つの島を横目に見ながら生口島に向かっていくわけです。前日下調べのために三原港の桟橋に足を運んでいます。その映像をご覧ください。三原港の桟橋、ここだそうです。入ってみましょう。確か券売機で買うんですよね。これだ。瀬戸田沢方面、大人1枚920円だそうです。決済方法は現金、クレジットカード、電子マネー、QR コードが対応してるみたいです。この時は単に乗船券が買えればよい、そう思っていたのですが、受付の方がお得な情報を提供してくださいました。なんと島並海道沿いの島々を3500円で3日間周遊できるそうです。島並海道の島々渡ってみたいっていう場合はぜひ使ってみてください。では券売機で瀬戸田港までの乗船券購入したいと思います。1000と20円、まずはお金を投入します。そして乗船券を購入できました。領収書も一緒についてくるんですね。瀬戸田方面の高速船、次の出発時刻は午前8時35分、3番乗り場から。下に目を向けてみると3番乗り場が目の前に見えてます。ここにもマップはあるんですが、すぐ隣見ていただくと待合室になってます。ただあんまり乗客の方いらっしゃらないようなので、詳しくはショート動画がありますので見ていただきたいんですが、昨日の新幹線のトラブルの混雑具合に比べたら今日は天国のようだなというのが個人的な感想です。出港5分前になりました。改札を抜けたいと思います。いやー、海が穏やかだな。ちなみにラビットラインというのが大久野島に行く航路です。ただし三原港から行く航路は土日祝日限定なのだそうです。ではここから瀬戸田方面に向かって乗り込みます。船が来ました。船の名前サンロマンス2号というんですね。よろしくお願いします。船内はこんな感じみたいです。漫画も置いてあります。
8時35分、三原港を出発しました。うまくレポートできるように頑張ります。波が穏やかで非常に心地が良いです。最初の旅が始まった気分をこれでもかと味わってます。少々見づらいと思うんですけど、あちらに因島が見えています。因島と生口島は隣同士ですから、島の形がすごく綺麗に見えます。波をつんざいていくこのモーター音がなんとも心地いい、海の上だから感じる力強さがあります。一方で地図と実際の風景とは違うと感じます。今どこを航行しているのか正直なところ分かっていません。生口島の島影が見えてきました。もうすぐ瀬戸田港に着くんじゃないでしょうか。橋が見えてきました。おそらくこれが高根島大橋じゃないでしょうか。そろそろ船を降りる準備をします。バックパックも背負いました。今船が旋回しています。桟橋に着岸するようです。今着岸しました。ちょっと手間取っちゃいました。降りました。瀬戸田港です。今回の旅行動画楽しんでいただけましたか。続く四国縦断編第2話、生口島での一人旅第2章は、観光名所として有名な高山寺の最奥にある未来心の丘を訪ねます。どうぞご期待ください。最後までご視聴ありがとうございました。